皆さんこんにちは、選挙用品 .com 田村です。秘書選挙チャンネル始めたいと思いますが、今日のテーマは行き地を超えろということについてお伝えしていきたいというふうに思います。行き地を超えるというふうなことで、この行きというのはですね、ちょっと難しい字ではあるんですけれども、この行き地を超えるというのはですね、つまりどういうことかというと、こう一定量のこう蓄積があると、そこからですね、全くですね、新しい現実が見えてくるというふうな部分で、よくあるのがですね、今こういうふうな形で YouTube なんかも配信してますけども、最初はですね、その登録者数やですね、読者というのはですね、ずっとこう横ばいというかですね、やっぱりこう、ゼロに近い感じでやっていくとなると思うんですけども、あるですね、蓄積、行き地を超えていくと、そのタイミングで、トレンドもあるかもしれませんけれども、いきなりこうポーンと数字がこう上がってくるっていうタイミングがあるんですね。これ政治活動でもよくありまして、ずっとですね、毎日毎日ポスティングということで、同じ街をずっと回っていてもですね、これを1回繰り返し、2回繰り返し、3回繰り返しっていうふうにしているうちに、挨拶されるようになったとかですね、こう何かいい反応が出るようになったということで、こう何かですね、こう一定程度の回数を重ねると、こういきなりですね、こう反応が良くなるっていう風なですね、事象があります。この反応が良くなる瞬間っていうのをですね、行き地という風に呼んでまして、どういうことかというとですね、例えて言うとですね、こうコップにですね、ずっとですね、こう水が溜まっていくようなイメージがあるんですけども、こう溜まってちょうど溢れる瞬間っていうんですかね、コップに水が入っていますと。この状態はずっと変わらないわけなんですね。水かさは増してますけれども、でもそれは外からは見えないと。でもある一定の行き地というんですけれども、このコップがいっぱいになる瞬間になりますと、水が溢れてきますですよね。それは外から見えると。こういうふうにですね、ずっとこう蓄積がですね、見えない結果となってですね、結果としてはですね、全く見えてこないというふうな部分で活動をずっと繰り返すんですけども、それをずっと継続してやっていくうちに、いつの間にかですね、それがコップから水があふれるようにですね、同じことをずっと繰り返しやってるだけなのに反応が出てくるというふうな部分があるわけなんです。これを行き地というふうに呼ぶんですけども、私も常にですね、この行き地を超えるということを意識しながら、仕事やですね、皆様のアドバイスの部分ではやっていると思います。この政治活動においてはですね、この本当にですね、いきなりこう反応が出てくるっていうのはですね、あるもので、そういう報告を受けるとですね、この方は頑張られた末に、この行き地というものを乗り越えて、そこで反応を得てきたんだなと。こういうふうな部分で、なんかこう次のステージというかですね、その今までやってた活動がですね、一つ報われる瞬間というかですね、反応としてこう返ってくるというふうなことをですね、実感できるというふうな部分で、非常に良かったなと。その積み重ねがものすごく尊敬するというかですね、すごいことだなというふうに思うんですね。はい。で、こう常に意識しなければいけないという部分で言うとですね、やっぱりですね、こう普段こう何気なくやっているノーリアクションっていう風な活動っていうのがですね、やっぱりたくさんあるんですけれども、例えばこうビラとかのポスティングはまさにそうですし、折り込みっていうのもですね、一定程度配ってからまた街に行くと反応が良くなったりとかっていうので、1回だけでダメで何回か繰り返してやっとそうなるっていうのはあるんですね。という風な部分で、こうずっとですね、日々としましては、皆さんの実感としては同じことをもく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 、結果も出ず、リアクションもなくやり続けているというふうな部分なんですけども、この時にですね、やっぱり意識してほしいっていうふうな部分で、いや、行き地を超えるまで頑張ろう、行き地を超えるまで頑張ろう、行き地を超えればきっとこれ反応として返ってくるはずだ、やってることは間違っていないというふうな部分でですね、自分を奮い立たせて、このずっとですね、横ばいで行き地を貯めていく、行き地までこう経験値を貯めていくというふうなことをですね、継続する、このですね、考え方と気持ちの持ちようという部分で、やっていくとですね、こう反応も何もないというような、これやってていいんだろうかというふうな部分の活動もですね、その先に行き地があって、一気にこう反応が良くなるんだということをですね、信じて、そしてですね、やっぱやっていくとですね、やっぱそこが行き地を超えるという瞬間までですね、やっぱ運動量を重ねることができるわけなんですね。ですので、この運動量をやっぱりこう重ね続けるという部分は、なかなか至難の技でありまして、やっぱりこのモチベーションのコントロールであるとか、気持ちの持ち方というのは非常に重要なんですけれども、このいつか行き地を超えるかもしれない、もしくは行き地を超えろというふうなですね、イメージでこう日々活動をしていくというふうなことを意識されるとですね、普段の活動も頑張れますし、本当にですね、これ多くの方本当に言われるんですけども、一定程度やったらいきなり結果が出てきて、それで新しいステージに行って、人と人とのつながりで政治活動できるようになりましたとかですね、っていうふうな話はよくあるんですね。中国の故事でいうと、3個の例というふうな部分で諸葛亮孔明がですね、劉備玄徳
をですね、まあ迎え入れたという故事がありますけれども、やはりですね、こう同じことを繰り返していてもですね、諦めずにやり続けることによって、まあ結果として、まあ成功というものを得ることができる、反応というものを得ることができるということは多くあるわけでございますので、今回はですね、その域地を超えるというふうな部分で、皆さんがやっている活動もですね、政治活動の範疇で、やられている、もしくはですね、まあ、私どもがですね、監修させていただいて、提供申し上げているものというのはですね、絶対にその延長線上にですね、成功はあると思います。ただですね、そこの道のりというのはですね、人それぞれにもなりますし、というふうなところはあるんですけれども、その行き地という部分までですね、やっぱ信じて、それをですね、決めたのであれば走り続ける。このですね、心の持ちようというのをですね、まあ、やっぱり、ね、一つ、気持ちとしてですね、持ってですね、で日々のですね、政治活動を邁進していただきたいというふうに思います。本日は以上になります。必勝選挙チャンネル登録よろしくお願いします。